他の公園内遺跡群所在地球の公園内遺跡群は山梨県北杜市にある遺跡。旧石器時代から縄文時代早々期を中心に中世までの遺跡が分布する複合遺跡群。県内で初めてアイラ・ティエヌ山灰が確認された。県北西部八ヶ岳山麓の標高1100メートルの1240メートル付近に当たる年場原の東部に位置。 八ヶ岳山麓は、冷涼な気候と遊水の枠に、地域で、県内では、天神堂遺跡などがある、県南部の藤川流域や、東部の桂川流域と並んで旧石器から、縄文時代の遺跡が多く分布しており、隣接する長野県の延山も、旧石器時代の遺跡が分布することで知られる。年場原は、 川又川と大門川の崖線で隠された南北 8km、東西 3km 範囲の地域で、開発前は原生林が広がっていた。周辺には、旧古庄が埋積した、砂礫層が分布し、表面は、中小河川による侵食を受け起伏が形成されており、北は起伏の少ない洗浄地となっている。遺跡は JR 高尾線の南側にあたる。 山梨県企業局により開発された総合スポーツレクリエーション施設清里級の公園内にあり第1第7遺跡と14番ホール遺跡の計8箇所があり1987年の発掘調査では県内では初めてコンピュータや高波速虚偽が用いられて記録が行われた旧石器時代から縄文時代早々期初頭のナイフ型石器や やり先形戦闘機、殺機や早期、石水などの石器類が出土し、歴気群や排石も検出されている。歴気群は比熱を受けているが、再使用された形跡がなく、接合部を合わせると半数が遺跡外へ持ち出されている、ことがわかっている。ありがとうございます。